私が20代の頃なんですがね、ちょくちょく行っていた渋谷の居酒屋さんがあるんですよ。まあ値段も安いんですがね、そこはお客さんの顔ぶれがね、またちょっと変わってて面白いんですよね。そんな中にその女性週刊誌の記者の方がいましてね、その人私よりはまあだいぶ年上でしたけどね。でよく会うとあるから話をするんですがね、まあそんな頃なんですがね、当時この方はその女性週刊誌の中の旅のページを扱ってたんですね。当時今どこどこがとってもお花が綺麗ですよ、こういうお店がありましてね、その店にはこんなおばちゃんがいてこういうものを作ってくれますよとかね、こういう人こんなものが取れますよってのを紹介する、結構これ人気だったんですね。でたまたまその時に上高地へ行ってみようとなったんですね。これ当時ブームだったんですよ。まだその人ブームなんてのは来るはるか前の話ですからね。で上高地、芥川龍之介のカッパで有名な場所ですよね。でまあ穂高だとかね、槍ヶ岳だといったのは景色もいいわけですが、その周辺にどっかいいとこないだろうかと。で、まあ、地図を持って、これは足で持って探すわけですからね。で今まで誰も知らないようなところを見つけるわけだ。でこの人は自分の 125cc のオートバイに荷物を軽くちゃっと乗っけて、それでバーッと出かけたわけだ。であちこち回って、この道行ってみようかな、ここにあるんじゃないかなと、あこのお店面白いな、ここにこんな人いないからと、まあ尋ね探し探し自分で行ったわけだ。もともと嫌いな方じゃないですからね、夢中でやってるうちに気がつけば随分日は傾いてる。山のことですからね、日がふっと山の向こうに入ってしまったらもう辺り暗くなっちゃうね。これ終わっちゃったな、随分暗くなってきちゃったし、もうそろそろ引き上げようかと思った。ところが地図は持ってるんですが、あちこち回ってるもんですから、あまりはっきりと今自分がどこにいるかこれわからない。町の方角というのは大体の見当はつくんですがね、結構距離がある。まあどっかで宿を探そうというのは、どこへ自分が行くかわからないんで、要するに宿を予約してないわけですよね。オートバイに乗ってドーッとバタ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 やってきた。どん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 暗くなって、嫌だなと思ってるうちに、どうやらそれ古い街道の跡らしいんですがね、全く民家がないんですよ。そのうちふーっと霧が出てきた。あーやだな、霧になっちゃったなと。これがどん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 霧がこうくなってくる。辺りは暗くなってるし、気が出てくるんで気持ちは焦ってくるわけだ。いややったなとか、ないかなと。やがて行くうちに向こうにふっと霧の中なんですが、古い木造の建物が見えたね。あれと、あれもしかすると宿じゃないかなと思って、バタ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 行ってみた。木造の建物が建ってる、2軒並んでるんですね。ところが2軒とも戸が閉まってる。どう見てもこれ人が住んでるとは思えないんですが、まあ一応降りて、すいません、ごめんください、すいません、返事がない。あーやっぱりダメか、しょうがないなと思ってオートバイに乗って走り始めて、ふっと見ると道の反対側ですよ、向こうに同じような木造の建物なんですが、うっすら明かりが漏れてる。あれ宿屋らしいな、行ってみると宿屋の看板も出てるんで、あよかった助かったと思ってね、すいませんご縁ください、すいません言うと、はいっていう返事が中からしたんで、あよかったな助かったかなと、ガタッガタガタッと開いて、70半ばを過ぎたくらいのおじいさん、細い体でもって、はい顔出したんで、ああすいません、今晩こちらに泊めていただけないでしょうかって言うと、このおじいさんが、ああそうですか、実はうちは5年前まではね宿屋やってたんですがね、女房が亡くなって人手がないもんですからね、もう今やってないんですよって言った。そうですか、じゃあこの辺りにどっか泊めていただけるところはないでしょうかねって言うと、いやこの辺りにはもう民家はないし、これから町へ行くというのもこれも気の毒だし、そうですか、じゃあこんな具合で何の表町もできませんけれども、もしよろしかったら泊まるだけでしたらね、どうぞうちお泊まりくださいって言ってくれた。あよろしいですか、助かります言うんで、まあ好意に甘えたわけですよね。で2階の部屋案内された。昔風のこの電球ですよね、それにこうカスがついてる、小さい豆電球もついてるわけだ。じゃあお世話になります、部屋入って、そのぼやーっとしたような明かりの中でひょいっと見た。よく見れば結構作りいいんですよね。ああこれ結構作りはいいんだな、昔はさぞかしだったんだろうなと思いながらね。で小さなテーブルを借りて、そこでもって今日の取材のまとめしてたと、1トン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 と階段を上がってくる足音がして、ごめんなさい、
襖が開いてる。おじいさんがこの布団使ってくださいって言うんで布団持ってきてくれて、ふっと置いたんで、ああ助かります、ありがとうございます。おじいさんまたトン襖閉めて、トントントン降りてった。普段よく持って歩いてるポケットピンがあるんで、今度それを出してね、カッと見ながら、ああもう少しやっちゃおうと思って帰ってた。凝ったなと思って、へって気がつく、結構いい時間なんで、ああじゃあもう今日は寝ようかってんで布団に燃え込んだ。体疲れてますからね、いい気分で寝ちゃったんですね。シーンとして寝てると何だか知らないけど、ふわーっと顔にくっついてくるんだよ。また何かふわーっとくんだよ。なんかこう変な技ってきて、やってるうちに目が開いちゃった。なんだろうなと思って、小さな豆電球、あたり暗い闇なんではっきりとは見えないと、なんかこさわってるもの、あ髪の毛だと思った。自分は髪の毛短いんだ、こんなにあるわけないんで、なんだろうって、うわってやった瞬間に隣でもってザバッ髪の毛に触った。うわっと闇の中、隣に髪の毛があるんだ。肘が肩にぶつかった。うわっ隣に誰かいる。いや隣じゃないんだ、自分の布団に誰かが一緒に寝てるんだよ。と思ったと、うっすら化粧の匂いがしたんで、なんだおい、これどうなってんだろう。怖さも怖いんですが、なんか不思議な気持ちになって、一体何だろうこれと。かすかな薄上がりの中、ふーっと見ると、どうやらバサーッと頭から髪の毛をかぶって横を見て、こう女が寝てるらしい。なんだよこの女と。どうにも気味が悪いわけだ。で気味が悪いし、じゃあやっぱ顔を見ようかなと。怖いながらも自分の指先でもって、女の子の髪の毛ね、指を入れてスーッてかき上げた途端に、あっうっと寝てるとばっかり思ったその女、パッチリ目開いてこっちじーっと見てるんだ。うわっと思った。と女がスーッと起き上がってくるんだ。あらっと。でそのまま立ち上がっちゃったの。こっちは何にも言えないでいる。で襖のとこ行ってスーッと開けた。で廊下へ出てパタッ襖を閉めて行っちゃった。なんだあれ、あれなんだ、あれなんであいつは寝てたんだろう、あれ何者なんだろうと思った。トイレ行ったのかな、また来るのかなと思った。なんとなく気味は悪いけど、なんか不思議な気持ちで、なんだろう、まあ元は記者ですからね。そうかするうちに、両手見たろうと思って自分起き上がってね、今女が出てったこの襖スーッと開けて出ようと思った瞬間、あらっと思った。目の前押し入れなんだ、廊下なんかじゃないんだ。ええー、と思った瞬間に、おじゃあおい今のあいつこの世のもんじゃないのかと思った瞬間、ズカーッと来て、もうびっくりしたもんですけど、どうしようと思って、向こうに襖が開けた、そっち廊下があるんで、見て階段なんで、そっちタン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 と廊下の先うっすら金が漏れてんだ。ああと思って、すいませんごめんください、すいません、いや分申し訳ない、すいません。中ではーいって声が来た。ずっと出たらおじいさんがいた。小さな薄明かりの中、布団の中でこう体を起こして、おじいさんこっちじーっと見てるんで、すいません、あのいや今ですね話をすると、おじいさんが、ああそうですか、実はねこの辺りって昔小さな車がありましてね、何軒か女郎屋さんがあった、ここもそうだったんですがね、でまあ廃業したんで、それを私が買って女房とずっと宿をやったんですがね、いやもうこの辺り長いこと客はいませんからね、しばらくぶりにあなたがお越しになったんで、きっと女王が嬉しくって顔を出したんじゃないですかって。で聞いた時に、うわーと思った。冗談じゃない、どうも怖いんで、ああすいませんでした。部屋に戻ったんですが、寝る気にはならないんでね、そのぼやーっとした明かりをつけたままこうじーっと来てた。これが春先だったんで、早くに日が上がるわけですよね、外がうっすら明るくなってきた。はあもう言いたくない、じゃあもうすぐ行っちゃおうって言うんで、布団を畳んで荷物をまとめてね、で階段をトン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 と、で廊下の先、おはようございます、すいません、おはようございます、返事がない、俺おかしいな、ちょっとちょっとなんか様子が違うんで、ずっとあら部屋の中もぬけるから誰もいない、あちこち雲の座ってるんだ、床にスーッとこうほこりがねこう溜まってるん、と思ったけど、まあ
当時ですからお礼のね2000円を置いて、それで宿を出とオートバイに乗ってバタバタバタで、まあそこを後にしたわけですよ。まあちこちこ回りながら、やがて時刻は10時も過ぎた頃、ところどころお店も開いたんで食事どころへ入ったわけだ。で朝ごはんを食べて、そこの年配の女将に、いや実はねこういうところがあったんですがねって聞くと、いや私ここの生まれなんだけどそれねってなわけな、あでもね確かに昔ね、あの車の屋とかありましたよ、まあ遠の昔なくなってますけどね、確かそこを取り壊す時にね、なんだか家の下から人の骨が出たとか言って騒ぎになりましたけどねっていう話を聞いた。これ結構週刊誌に近いんじゃないかなと思って、で早速またオートバイに乗って行ってみた。バタ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 、確かこの辺りだろうなと思ってね、行くんですかないんですよ。行ったり帰ったりしたんですけど、とうとう見つからなかったそうですね。どうやらそれは霧の深い死に現れる幻想か幻覚か何かなのかもしれないですね。